皆さんどうもこんばんは。コムドットのヤマトです。皆さんお待ちかね、裏ドットの時間です。この裏ドットという企画では、普段の動画で見れないメンバーの本音や素顔を見れる特殊な動画となっております。過去にも3本程度メンバーの裏の顔を引き出すような企画をやっておりますので、ぜひ概要欄にてチェックよろしくお願いします。はい、ということでね、もうこの喋り方疲れたんで普通に企画進行していくんですけど、僕たちやっぱ裏ドットっていう企画をね、やってるわけですけど、2ヶ月前かな、マネージャーとしてボンちゃんをね、正式にチームにね、引き入れましたけど、まあ現状何をしてもらってるのかっていうと、毎日こう撮影現場に来てカメラを回してもらったりとか、イベントのことを手伝ってもらったりとか、割と結構マネージャーとしての仕事をしてもらってるわけですよ。ただ単に仕事仲間っていうわけではなくて、コムドットのメンバーとね、まあ仲がいいというか、まあ普通になんか一緒にいて楽しいんですよね。普通にメンバーの中にいても全く違和感がないというか、地元は違うんだけど、もう完全になんかもう一員なわけですよね。でやっぱそのボンちゃんってどういう人なんだっていうのをちょっと皆さん気になってるんじゃないかなっていうことで、本日はね、コムドットマネージャーのボン君に、ボンちゃんに、ボンドンにドッキリを仕掛けていきたいと思います。ということで本日の企画、マネージャーに渡した給料紛失しちゃうドッキリ。これ結構エグいドッキリです。ということでね、チームに関するお金は、全て、僕が管理してるんですけど、まあ、それをうまい感じでボンに渡して紛失してもらおうかなっていう。そのなくした時にボンがどんなリアクションを取るのかなっていうのを今日の動画では見ていきたいなと思います。せっかくね、結構エグいドッキリやるんで、他のメンバーにも伝えずに、ボンがもしその給料をなくした時にどう対処するのか。まあ、普通だったら怒りますよね。チームのお金が全部なくなっちゃうわけだから。まあ、あえてそこで僕は冷静に対処してほしいというか、コムドットなりのリアクションが見れるのかなと思います。今回ね、結構企画凝ってて、まあ、今からボンに本棚が作るの手伝ってっていうことで呼び出してるんですよ。で、あ、本棚っていうのがこれで。これなんですけど、まあ、ほぼほぼ完成してるわけなんですよね。それでね、今日の夜ボンを呼び出して、そのまま僕に泊まってもらいます。次の日に給料をみんなに渡すから、ちょっとこの経費、ボン預かっといてっていうふうに渡します。それで、みんなで撮影場所に行ってる時に、そのお金をパクって、で、なくなった時にボンがどんな反応するのかっていうのを皆さんにね、ちょっと見ていただきたいなと思います。ということでね、まあ、せっかくなんでね、ボンのね、生い立ちというか、まあ、どんな人なのかなっていうのをね、ちょっと軽くお伝えできればなと思うんですけど、僕とボンは、高校の同級生で、部活が同じ水球部でした。当時からね、めちゃくちゃ面白くて、話でもあんま伝わんないと思うんで、動画でね、ちょっと軽く見ていただければなと思います。どうぞ。いや、待って、おい、携帯挟むぞ。お前シャラスじゃん。おもろい。さすが僕の友達と言ったところでしょうか。こんな面白い友達を持って幸せです。ボンがね、どんな人なのかなとか気になった方はね、ぜひ彼もインスタグラムやってるんで、概要欄からちょっとぜひフォローとかしてあげるとめちゃくちゃ喜ぶと思うんで、ぜひよろしくお願いします。で、今回の動画結構お金の動画なんで、リアルな感じになっちゃったらリアルな感じを皆さんにお届けしたいと思います。これ一切洗ってないからね。これ、取れてる？全然バカにしません、この草さん。また今度一緒に遊び連れてってもらえるということなんで、キャーメン。あーね、スティックだよね。じゃあせっかくなんで、カノクスターさん、僕もよろしくしておきます。この間男女 2,3 人で集まった時に、こたつの中で膝を人差し指でグリグリ触ってきた時のポカリ。今日の思い。それではやっていきましょう。気持ち悪い。何なの、ユータ、その平成って書きたい。いや、マジで平成って何なの。深みがあるんだよ、怖いんだよ。ユータ、パラレルパラダイス見ろよ。何それ。漫画。じゃあそのさ、知らねえ漫画永遠に進めるのもやめろ。平成もやめろ。ユーマもその動物みたいな目やめろ。一番やめんのむずい。確かに。ヤマト、コンビニ行かね。あ、俺待ってるっすよ。なんで TikTok。ちょっと作んなきゃいけない。めちゃくちゃ買ったって書いてある。コンビニ？今適当に。あれ、コンビニ来てんじゃねえか。シロワさん古いでしょ。いや、古い、失礼でしょ。いや、古いはマジで失礼でしょ。いや、古いでしょ。いや、今は生きてるでしょ。いやいや、マキシマさんいるっしょ。やめろよ、マキシマばっかな。まあ、シロワ君はね、ほんとお世話になったもんね、俺らも。邪魔したっすね。はぁ、この時は毎日見てました。やべ、めっちゃ長かったけど。ということでね、ボンのバッグからね、さっき預けた全員分の給料をね、盗んでいきたいと思います。これボンのバッグ、はい、ありました。まあちゃんと持ってきてくれたんで、もうこれごとね、僕のパソコンの中に隠したいと思います。ここに
隠しとけば大丈夫。ということで今サンモンが車であっちゃん家まで行って、あっちゃん今日の動画アップしてて、今他の3人はコンビニ行ったんで、まあ、全員が帰ってきた時に、まあ、ボンにちょっと経費ちょうだいみたいな感じで行って、でない、でその時のボンの反応で、今月分の給料が入った袋がなくなった時のメンバー全員の反応をね、楽しんでいただければなと思います。ちょっと僕も今日の展開は全く読めないんで怖いんですけど、本気で隠しカメラ仕掛けていきたいと思います。それでは隠しカメラ仕掛けていきましょう。はーいよ、よし、これで多分いけてると思います。なんで炭治郎連れてきてるの？うわ、もう全く炭治郎じゃん。水子こんな声太くない？なんかガラガラマスオさんみたいだったね。3月の会話さ、前半になることはない？ない。はずくね、ゆうたなんかさ手帳使いたいだけやん。2月のさ、後半ってさ、でかい気がする。あ、入りますよ。あ、本当に何日？20か19ぐらいに千本ノック負けられたら即坊主、ゆうたくんの企画入って20か19？うん、いや、ダサくないっすか。いや、バカ、旅行みたいなんだ。一泊を使って俺、夜まで響くんだ。いや、まあ、夜まで、まあ、君次第。夜だ、ダサくね。いや、かっこいい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 、やろかっこいい、三英系神みたいな。かっこいい、かっこいい。三な、うん、三、それはマジで三。お前、うちから殺しにやってくる。え、俺が昔だったら後ろから刺されてる。いや、フォーク三だ。丁寧や、すごい。梱包みたいな男だな。何ヒューガー、ずっとパッドだやん。違うよ。じゃあもうさ、このヒューガーのさ、このコーヒーの中にちょっと唐揚げ入れようよ。なんでマックスのライサインだ。ずっとやってんのパズドラ。やってたからパラレルパラダイス見てんだって。エロ漫画、エロ漫画なんだけど、エロをエロに見せない物語のストーリーが僕は素晴らしいなと思う。めっちゃよくない？勃起しないエロ漫画、月一会える YouTuber、 この勃起しない YouTuber。 なんで YouTuber 基本勃起するみたいなんだ。混ざっちゃった。漫画さ、携帯読んでるとさ、おっぱい慣れしちゃう。広告おっぱい慣れ、コーパイ慣れってことでしょ。コーパイ関係ないでしょ。だからコーパイな攻撃ってことでしょ。コーパイな攻撃ってことでしょ。広範囲な攻撃だ。はいはい。なおくんインタライブしてる。声ガラガラ。いや、声ガラガラやん。もうお疲れ。パッと鍵開けして帰ります。はい、うん、開けないかな。とりあえず、あの、この間のさ、交通費とか全部さ、あれしちゃうからさ。え、あれも入る？ほら、あっちゃんの指令のやつ。あ、てかマジでさ、そのゴキジェットに関してはさ、俺本当に勘弁してほしいんだけど。マジで、600円だよ、600円。ほか、経費、ないんですけど。ほか、経費、ないんですけど。え、朝渡したの？じゃあ朝渡した。うん、朝渡した。そして、うん、渡した。え、どういうこと？家に置き忘れたってこと？いやいやいや、なんか変わんないです。え、俺渡してないっけ？渡した。渡してないんだよ。渡してない。別日でもいいよ、別に。今日、あれ、みんなに給料を渡そうと思って。あ、マジ？給料だったから。え、あ、どうやってんの？いや、もう全額、ね、あの、全額稼いでた。あ、マジ？え、どういうこと？家に忘れたか、ボンのバッグの中にからどこに。ボンのバッグの中に乗ってから。え、最後に見たんですよ。あっちゃんの車。じゃあおかしいだろ。お前誰が撮ったの？いや、でもずっと犬してみたもん。そうなんでしょ、こんな感じ。いや、出てない。あ、一緒に寝た。俺とユータというのコンビニ行った。いや、あれ俺も撮ったよ。違う、俺も撮ったよ。トイレ行って。あ、そうなの。いや、てか結構やばい。いや、全額入ってた。いいやん、それ。うん、渡したっけ？渡した。し、俺カバン持ちます。いや、その100万以上のやり取りを忘れてるって言うやつのことだよ。え、渡したっけ？渡されたし、カバンに入れたし。出る前は確実だった。あったあった。そこが曖昧なんじゃない？俺らがさ、コンビニ行った時にヤマトもこの家になかった。何時行った？何か。え、トイレ行った。で、そのトイレの一瞬のアリバイ少な、お前。誰もいなかった時間があったね。え、じゃあマジでやばい。とりあえずじゃあボンと俺で車見に行く。そう、そう、一回見に行く。そう、はい。ヒューガーの車も一応見たい。あ、じゃあ始めなくなるんだ。やばいんじゃん。やばくない？まずい。最近もう目薬みんなが買い揃えることにしていかない？次の給料でみんな目薬買うの。言うのめっちゃ変わってそうだけどね。いや、でも俺まだ1分間もできる。しないでもいける。ちょっとやばくない？結構やばいね。ちょっとやばい、走るか。ない？これやばくね、なかったら。マジでやばいな。ないな。キューラの車で落とした説もあるから、そこマジで普通に申し訳ない。いや、申し訳ねえ。いやいやいや、俺がやばい。全部入ってた。全部入ってたよね。
まあけどその曖昧なのはまずいけどね、お金はまずいけどどうしようもない。まあいいや、とりあえずあれだな、まあいいや、やっぱられないやつ見よう。いやまあなんかなかったらなかったしょうがない。こんなさ2位になる漫画、鬼滅の刃の次のランキングに入る漫画のワンカットの一シーンに衝撃の一言があるんだけど、当ててくんね、あんな抜きにするから。ちょっと何々してくる、ちょっと駅弁してくる。あ違う違う違う、男の人がいて女の人がちょっと何々してくるね、ちょっとね、あ、違う、女の人が走ってる、女の人が向こうに走ってる、ちょっと女あ、正解、あれ遠回りしたようだそう、あの俺も車の中にないマジでないね。いや、ボンがね、絶対取ったらしい、絶対持ってきた、持ってきたらしい一回冷静になるか、誰が悪いってあんまない持ってた人が悪いわけじゃない、いや、ボン、悪い、いや、俺が渡しちゃったから急に今日、普通に管理するから、任せるから俺だから、やばい。今日明日もヤマトニヤニヤしてる。ああ、みんなやったな。反対で。ケーキはあるさ。やりんやりん。どうもどうも。そうだな。そうだな。そう。そう。危ないな。マジ絶対うざ。いや、そりゃいいやろ、今回隠しカメラのもうマジでヤバくした、ほら見て、あーみんな撮れてるよ。いや俺食いまで考えたからね今あいつ舐めてる、マジすごくない、これももう 100% 分かんなくない、こんなのほらよっしゃ、そんなわけやったんだよね。あーそれはあれやったんだよ。あれどこ行った、え、どこ行った、え、どこ行った普通に、ねえ、あ、ヤマト、お前マジで泣きそう。え、じゃあ今のか、あ、どこ行った、出して、え、マジでどこ行った、あるって、ええ、言えた、言えた、どうし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 た、お前ら、いいやつだおい、いじんなよ、早速、俺のうまかったな、え、ヤマトって、キリのさ、ネタバレこんなやたくさんやばいっしょ、いや、違う違う、空気が重くなりすぎた、ちょっとなんか、走り方が変なんだよな、車に行くときね。ああ、だから全部ボントの音声撮ってたからで、いやマジで今一瞬焦って、マジ走馬灯だった、マジで普通に2ヶ月しかなかったけどね走馬灯だった完全に。じゃあ皆さんエンディング撮りますよ。はい、ということでお疲れさまでした。お疲れさま。いやこれ本当によくない、俺がマジ知らないんだよ、ヤマトだけが仕掛け人じゃない、オープニングとかはそう知らない、そうよ、オープニングは昨日の夜撮ったり、あそうなの、飛び出したやん、で俺の本棚作るの手伝ってくれたやん、あれね別にどうでもいい、え朝ボンにちょ経費持っといてって言ったやん、あれもどうだった、これさ経費、うん、ちょっと持っといてくんね、今日あ、分かった、バッグ入れといて、うん、結構お金入ってるから今回何も気づかなかったということで本日の企画、マネージャーが給料全額なくしてしまったらメンバーはどんな反応をするのか。まず1個目見たかったのが、まあボンがどうするか、でもめっちゃ焦ってたよ、まあ、焦ってた、めっちゃ焦ってた、俺もかわいそうだった、それはそうだった、それはそうよ、今日一日中入ってたものがなくなることないでしょ、ね、やっぱちゃんとしてるよねいや俺は持ってて、いや俺も分かんないってならないから、そうそうそう、だから俺も揺らぐあれを振ったのよ、俺朝渡してないってみたいな、そしたらいやもらったって言うから、本当はさ怖かった逃げるやん、うん、そこでちゃんといや俺はもらったよって言ったから、これ偉い、さすが。でまああとは車に行ってる時はやっぱり本当にやべ申し訳ねえ申し訳ねえ、人的なことキューガのその車のキーを持って申し訳ない俺の前にこれをスプーンに見立ててたってこと、え、本当にここでは俺が歩いてたってた、赤を殺そうって話になってた完全にクラピカで俺らがヤマトが原因量だ、俺はでもクルタブルだ、そう完全にクルタ生き残り、俺はあれってこと、全然わかんないいっぱいハートでやって、原因量団が殺したやつの数なんて数えてねえよってぶち切る、あーなるほどね、まあまあ何でもいいけどとりあえずまあ競輪差を上げればいいんですよ、だからやめてよ、自分の漫画わかんなくなったら自分の漫画に引き戻す、だいぶ牧島さんいるよ、しこれで大丈夫すごいね、この企画やり遂げられてよかった、まあ、なんせ今までで一番最高レベルの隠しカメラ、これすごかったでしょ、マジ気づかない、あのね、映ってるか映ってないかも分かんないギリギリをね攻めた、ギリギリを攻めた、また弱虫ペダルやん、まあでも多分一番ギリギリ攻めた、えそれどんぐらいギリギリ攻めた、小野田坂道が100人抜きするときにあのサイドの道走ったとこぐらいだ、あれはギリギリだったな、だって走って道幅これしかないよ、ゆうた、ゆうた、ゆうた見てほら、おら、ガードマンさん来たっけ、ユーマン手がずっと顎にくっついてるから離れないよ、そう、笑ってんのか今のとか、うん、バレちゃった、バレた
バレちゃったね。サイコパスがさ、自分が犯人ってバレちゃったと。待って今宮内みたいなのかな、今宮内みたいな、宮内のこうのけぞってまあやっぱのけぞりで言ったらやっぱ牧島がすごいね。でもそれはのけぞりっていうかあれ横ぞりだけど。はい、ということでまあ今日ねこんなドッキリやってきましたけども、まあボンはね、まあ、ほぼ毎日っていうか、まあそう俺ら撮影にも来て、まあ一緒に撮影をこう見てねやってくれてるわけで、一応ボンのアカウントとかもあるな。でまだなんかあのフォローしてない方はね、普通に俺らのプライベートのとこを勝手に盗撮とかしてるんで、許されてる唯一の人間だよ。本当だね、本当お疲れ様でした。まあ、時が経てばまたちょっとマネージャーに火止めのドッキリを仕掛けられるのかなって。心に悪い今嫌なことだけ教えとけば。嫌なことは両親殺してみたドッキリとか、うん、ああそれ嫌な、それぐらいか。あじゃあそれぐらい、それぐらい、あっしゃうかねえもういいよ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 、止まってやめて。最近みんなでいじめて趣味ですか、趣味テクトってこと。サウメンバーに対して何かやってるよ、やばい。いやなんか